1912から34年に用いられたロゴマークスチュードベーカーはアメリカ合衆国の車両メーカー。馬車では全米1位のメーカーであり、1897年から1966年まで自動車も生産した。現在は大手自動車部品メーカーフェデラルモングルの1部門であるインディアナ州サウスベンドに1964年まで本社を置いた。1928年には、 ピアスアロー、1954年には、パッカードと、二つの名門高級車メーカーと合併した。著名な工業デザイナー、レイモンド・ローウィのデザインした乗用車を長年にわたって製造した。しかしビッグスリーとの競争に勝てず、1966年モデルを最後に自社製自動車製造から撤退した。企業としてはしばらく存続したが、1979年、合併により、 社名も消滅した。19世紀初頭、ヘンリー・スチュード・ベーカーは、ペンシルベニア州ケティスバーグで農業とタンヤを行いながら、ワゴン製作をした。祖先は、刃物製造で有名なドイツのゾーリンゲ園出身であった。ヘンリーの父親のジョン・スチュード・ベーカーは1835年に、オハイオ州に移り住み、息子5人に、ワゴン製作を教え込んだ。ヘンリー、ジョン・モーラー。 ピーター・エイ・ワースとジェイコブ・フランクリンの5人の兄弟は成長して、皆が馬車事業に勤しみ、その合計は国内生産のほとんどを占めた。母親・レベッカ、娘姉妹も5人いた。1902年広告クレメントとヘンリーのスチュード・ベーカー兄弟が1852年にスチュード・ベーカー・ブラザース・マニファクチャリング・カンパニーを創業した。当初はニューマ車の金属部品製造から、 はじめ、ついで自社での馬車製造に手をつけた。1875年に、末っ子のジェイコブが工場を担当し、サルキーやガラス窓が5箇所ついたランドウレットを作るようになった。しかし1874年に工場が、大火に遭い、3分の2が焼けた。サウスベンドに再建した工場は20エーカーもあり、世界最大の車両工場と言われた。1889年には、 大統領ベンジャミン・ハリソンがホワイトハウス用にスチュード・ベーカー製の馬車とフルセットのバグを購入した。この時期にはサウスベンド工場は100エーカー近くの規模となり、ボイラー設備を20、発電機を16、大型定置型エンジンを16、プーリーを1000、木工、鉄工用工作機械を600、ベルトを7マイルと多くの蒸気ポンプを用紙、 500のアーク島と白熱島が夜通し発行を放っていた。そんな中1893年の金融強行で販売が落ち込み、工場は5週間の休業となったが、労使関係は良好であり、全従業員は会社に忠誠を尽くした。1877年から1917年にかけて5人の兄弟が皆、よう去ると、彼らの息子や娘婿が後を継いだ。中でも、 ジョン・モーラーの娘と1891年に結婚したフレッド・フィッシュが著名である。他に、ジョージ、クレメント、フレッドの息子のフレデリックらがいる。1897年に最初の電気自動車。1904年にはガソリン車を開発した。当初は他メーカーへの OEM 供給が主だった。1911年にスチュードベーカーコーポレーションを設立。 1913年からスチュードベーカーブランドでの自動車販売を開始した。特に1928年から1933年のプレジデントは当時量産者として最速を記録した。また1939年には当時としては目新しかった小型経済車のチャンピオンを登場させた。第二次世界大戦中はスチュードベーカー US6 などの軍用トラックや 輸送車の製造に専念した。戦後すぐに乗用車生産に復帰。1947年にはいち早く、レーモンドローイデザインのフルサイズボディ新型モデル、チャンピオン、コマンダーを発表した。その特徴的なデザインは、どちらに向かって走っているのかわからない、カミング、オアゴーイング、などとも評されたが、ビッグスリーの生産復興の遅れで、戦後の自動車市場は、 供給不足であったこともあり、スチュードベーカー社は圧倒的な人気を集め、大きく業績を伸ばした。最初のフルモデルチェンジとなった1953年モデルも、ローウィのデザインで進歩的なスタイルを誇り、2年後にデビューするシトロ NDS のデザインを先取りしていた。戦後すぐ、スチュードベーカー工場の労働者人権費は、 全米自動車労組に加入する必要がなかったと言われるほどの業界一高い水準であった。このことが当時のスチュードベーカーの公共具合を示す。しかしビッグ3の戦後向け新車開発と値下げ構成によってスチュードベーカーの経営は次第に追い込まれた。またデザインでの労意の関与がなくなった1955年モデル以降はフルモデルチェンジの余裕もなくなった。その結果、 同じく苦境に立たされていたパッカードと1954年に合併し、スチュードベーカーパッカードコーポレーションに改組した。パッカード社はメルセデス・ベンツ米国総代理店であったため、業績が回復しない両社のディーラーは、メルセデス・ベンツ及び1958年からダイムラー・ベンツ参加となっていたアウト・ウニオンの DKW の併売でかろうじて食いつないだ。 日本のパッカード代理店であったサンマ自動車がポルシェの代理店に転身したのもこの頃であった。1958年にパッカードブランドを終了。翌1959年、ビッグスリーに1年先んじてコンパクトカー、ラークを発表した。著名な工業デザイナー、ブルックス・スティーブンスがリデザインした1953年型スペシャリティカー、ホークとの日本立てで、 日地市場に生き残りをかけた。そして1963年には、騎士改正を目指して再び、ローウィのデザインによる FRP ボディの四座スポーツカーアバンティを登場させた。しかし、時すでに遅く、翌1964年には、米国の生産拠点を閉じ、比較的売れ行き好調だったカナダに移転した。 カナダのオンタリオ州ハミルトンの工場は1シフト制で1日48から96台という小規模な施設であった。この移転に伴いアバンティやホークは生産を終了した。後にアバンティだけはサウスベンドの有給施設を利用して1966年からレオ・ニューマンとネート・アルトマンによりアバンティ2として復活した。1966年3月16日に 最後のスチュールベーカーがラインオフしたターコイズの1966年ラーククルーザーであったお互いが家族的に親しみ合っていた700人の従業員にとっても市内第4番目の大工場を失うことになったハミルトン氏にとっても同社の乗用車生産撤退は悲しい知らせであった以後は自動車部品メーカーとなり様々な会社の参加を転々としたが 1979年にマグロ・エディソンに買収され、スチュード・ベーカーのブランド名も消滅した。さらなる企業買収により、スチュード・ベーカーの自動車部品部門は、現在では大手自動車部品メーカーフェデラル・モングルの一部となっている。ありがとうございます。